トーマス・クレッチマンはドイツの俳優。身長183センチメートル。ドイツ民主共和国のオデッサウで生まれる。ナショナルチームの水泳選手として1980年のモスクワオリンピックの候補になった。実際には出場前に亡命して出場していない。19歳の時、ハンガリー、ユーゴスラビアを経由して、警備の薄いオーストリア国境を徒歩で越えて西側に逃れ。 西ドイツへ亡命した。この時指の一部を欠損。その欠損した部分は後に手術を受け修復している。亡命後、演劇に興味を持つようになり、アルバイトで学費を稼ぎながら3年間演劇学校に、通った後、劇団、シーレターターに加わる。舞台経験を経るとともに、1989年には映画初出演。1991年、テレビ映画。 デア・ミツイサーの主役を獲得し、マックス・オフィルス新人男優賞を受賞。1993年、スターリングラードにフォン・ビッツ・ラント賞位の役で出演。次第に、映画への出演も増え、2002年にハリウッド映画、ブレードニに出演。同年アカデミー賞受賞作、戦場のピアニストで、ドイツ将校、ビルム・ホーゼンフェルト役。2003年には、テレビシリーズ、24。 24-2回分にゲスト出演。2004年にヒトラー最後の12日間のヘルマン・フェーゲライン役。2005年にはピーター・ジャクソンのキング・コングにイングル・ホー・ムン・長役で出演。同年テレビ映画ファークトット・オイ・ヒ・ニヒとダス・レーベン・ポップスとヨハネス・ポールズ2で若き日のヨハネ・パウロ2世を演じた。2006年ドイツで実際に起きた。 猟奇事件を題材にした映画ロテンバーグに主演したが主人公のモデルとなった福益州アルミン・マイベースがフランクフルト地方裁判所に上映差し止めを請求直前になって公開中止命令が下された。結婚していたが2009年に離婚した。同年3月から2010年6月までイラン人のシャーマイン・シャリバーと交際していた。 http://www.imdb.com コロンススララッッシシュュスラッシュネームスラッシュ NM0470981 スラッシュパイオ。ありがとうございます。